私の写真を手に取った方からお手紙をよくいただいております。その中で私の印象に残ったお手紙を数点紹介させていただきます。秋元様、この度は素敵な作品をありがとうございました。届いた日に早速玄関に飾りましたところ、驚いたことに数日後大変良いことが起こりました。申し訳ありませんが具体的な内容はお伝えしにくいのですがお察しください。おかげさまで驚くほど豊かになりました。秋元様の作品の力だと感じますので、詐称ではございますがお納めください。素敵なものをいただきました。今後の新作も楽しみにしております。感謝しております。この度は本当にありがとうございました。すごく嬉しく思いましたし、文章から察すると宝くじでも当たったのかなという思いがございます。秋元先生、富士山の写真ありがとうございました。景品応募で特賞が当たりびっくりです。皆様言われていたことは本当だったと感じております。できたら直接お会いしてお礼の気持ちをお伝えしたく思います。また新しい作品も早く拝見したいです。これからもお体を、大切にされますますのご活躍をお祈りしております。このような一般的なお手紙から、深い方のお手紙を一つ紹介させていただきますが、確かに私がダウンジングして調べてみたところ、秋元様の富士山の写真は4点ともプラスの波動を放っています。私の場合プラスの波動であるとペンデュラム振り子が右回転します。4点の写真を、振り分けて波動を見たところ、富士山幕開けが強烈にプラスの波動を放ち、他の3点の5倍以上くらいあるのではないでしょうか。ペンデュラムがそのエネルギーで振り回される感があります。ここまでエネルギーを感じるのは珍しいです、という、延々と長い手紙をいただいたんですが、多くの方からこうやってお手紙をいただけることは私の作品、創作にあたり励みになっております。